チャオ、あっちゃんです。さっきね、仕事、あっちゃんの仕事感、 あっちゃん流仕事感っていう動画を出してね、それに対してね、ちょっといろいろ面白いレスポンスがあって、今まだ出してからね、1時間ぐらいしか経ってへんねん。まだ4時10分やね。で、4時10分じゃない、4時5分や。はい、ということでね、いや、面白くて、レスポンスがやっぱり、みんなのレスポンスすごく面白いなーっていうね、話をね、しようかなと思って。で、それとね、あっちゃんね、今年変わる変わるって言いながらね、どう変わっていったらいいのかはっきり言ってまだ分からへん。で、どう変わるか、変わらないといけないし、で、変わりたいっていう気持ちもあんねん。で、どう変わるのかなと思いながら、ただ、これはもう一貫して言ってることやねんけども、一本筋を通したら、ぶれない、ぶれない、よれない、こびらない。ね、人に媚びを売らずにね、やっぱり自分なりに変わっていきたい。で、その中で、もちろん、みんなが求めてるのは何か知らん、分からへんし、でその中で、塩らしくね、反対意見じゃない、アドバイス意見を、はい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 って聞くあっちゃんを求めてるのかも分からへんし、で、まあ、確かにね、部屋を片付けなさい、キッチンきれいにしなさいはありがたい意見やし、そうしないといけないなと思ってんねん。で、変わらなあかんねんっていうのは分かってんねん。で、変わらなあかんねんって分かってる中で変われへんっていうのは、変わりたくない自分がいてるからやねんね、実は。それは何かって言ったら、現状打破するのが怖いねん、人間って。これ、心理学やねんけども、あっちゃんもそれ気づいてるし、分かってんねんけどもね。やっぱり現状で生ぬるくね、ぷかぷか浮いてるのが一番楽なのよ、人間っていうのは。だから仕事もそうやねん。あっちゃんの仕事観で言った通りやねんけども、現状の仕事、先何十年、そこの会社にいたら安泰、毎月決まった給料、まあね、最低いくらもらえるっていうところにおったら安泰、ね、逆に言ったらそういう生ぬるいところでおるのが怖いね、あっちゃんはね。逆に言ったら一生買い殺しっていう感覚にもなったりね。で、現状に甘んじるっていうほど怖いものはない。だって現状に甘んじたらチャンスを見落とす可能性が高いよね。だからすぐにでもそこは乗り換えられるっていう、ね、ことが大事。だからこそ今不安定って言われてるけども、不安定な中でも利益のある月ない月があったら、トータルで見りゃまあまあ普通に働いても変わんない、アルバイトしてても変わんないっていう賃金やねんやったら、チャンスを求めた方がいい。やっぱりそこはね、男のなあっちゃんやねんけども、一攫千金を狙うわけじゃないけども、一攫千金狙うには、生ぬるいところでおったらあかんねんね。やっぱりある程度のリスクを負わないと、リスクがないところには、なんだ、ごめん忘れた、リスクのないところにはチャンスがないのよ。そう、だからやっぱりある程度の危険も犯さないとチャンスはないっていうのもあったりで、ある程度ね、その安全牌の中でいてると全然生ぬるい生き方になってしまうよね。それではダメやと思うね。だから人間極限を見てしまうと、やっぱりね、生ぬるい生き方してると生ぬるい生活が心地よくなってしまうよね。あっちゃんも生ぬるい生活してきた、今まで。やっぱりでもその中で目の前から本当に全てを失うことを知ってしまって、そこを見たら、もう生ぬるい世界で生きるよりも、ね、一度地獄を見ると何でもできるようになってくるんよね。で、そうなったらチャンスを得るために何かをしたくなる。逆に言ったらね、今何かの職に就きました。その職業について、さあ上見た時に何が見えるか、5年後、10年後、20年後、もう20年後定年やね、あっちゃんね。いや、10年後定年やね。15年後か。65で定年か。ってなったら、15年そこでおったら、15年後に何があんねんって考えたら、何もないよね。はっきり言って、上はないよね。でも、今のあっちゃん、YouTuber やってるけど、YouTuber の上限なんやって言ったら、すごい上限がいてんのよね。日本ですらね。日本っていう小さな島国ですらね、
2桁億稼いでる人もいてんねんね、 YouTuber には。でもね、今ハローワーク行って仕事を探してきた仕事で15年やったから億稼げんのかって無理やと思う。はっきり言ってバカにしてるわけじゃないけどもね。でもそこで億稼ぐけども毎月確実なサラリーを得れるっていう安定は得られると思う。安定を得たい人は安定を得ればいいと思う。あっちゃんの仕事感は誰も共感を認めない。共感されるんやったらもっとあっちゃんまともなこと言います。こんなんも非常識的なこと言って共感得られるとは思ってない。あっちゃんの仕事感はかなり変わってると思うよ。人よりかなりずれてると思う。一般論から言ったらはぁみたいな世界やと思うね。だから反論があって当然やと思うねんけどね。うん。だからこそあっちゃんは楽しく生きてる。だからワクワクがないと生きていく意味がないってあっちゃんは思ってんねん。だからそれを共感を得てない。結構ね、だからね、コメント欄を見てるとね、ブロックしたね、ブロックしたね、表に出てない、私のブロックしたねってスパムに入ってんねん。それ何の裏返しか。また言ってる、ブロックしてるねとか書いてる人もいてる。一人二人じゃない。いっぱいの人がブロックされたとか言ってる。ほとんど YouTube 側がスパムに、あっちゃんもコメント欄なんていじってる暇がないから今ね。うん、だから、それ何かって言ったら承認欲求の裏返しやね。承認欲求って何かって言ったらね、自分が認められたい、見られたい、人に見られたい。ほんまは人間で承認欲求強いねん。でも一般で生きてる時にはなんていうのかな、多数大勢でないと恥ずかしいねんね。それは何かっていうと、目立つことイコール失敗したら笑われる、目立ったら叩かれる、恐怖感があんねん。恐怖心があってでけへんねん。でも、ハンドルネームやったら、インターネットやったら、アカウント消して逃げればいいわけよ。自分ってバレへんねん。言ったら、覆面かぶってしてるわけよ。覆面かぶって、誰かわからへん状態で、わーって騒げる。だから、ハロウィンで日本人が騒げるのは、ハロウィンメイクしてハロウィンのいっぱいいてて、ハロウィンのコスプレしてるから騒げるけど、じゃあ、ハロウィン終わりました。次の日、ハロウィン衣装脱ぎました。すっぴんになりました。同じだけわーわー騒げるかって騒げへんねんね。だからハロウィンの時にバカ騒ぎして怒られる人が増えてる。それと一緒で、インターネットっていうのは覆面かぶってるから何でもできるんよ。っていうのは何かって言ったら、承認欲求が抑えられてるやつの爆発なんよね。承認欲求なんか持ったところで仕方ないね。人に認めてもらったところで何のプラスもないのよ。あっちゃん誰にも認めてもらえへんの分かってるし、逆行してんの分かってんねんね。うん。その中で、あっちゃんはいい方向に変わろうと思うね。自分の中で今年1年で変わっていこうと思うね。そのいい方向に変わるのに、みんなに認めてもらいたいから変わるわけでもない。もちろん面白いな、いいなと思ってもらうのと、なんやねんこいつって思われんのって言ったら、面白いがイコールいいねやねん。そのあなたの意見に共感したがいいねじゃないねんね。この動画面白いな、この動画見てて不快じゃないな、押したいな、応援したいなっていうのがいいねマークやねんね。で、バッドマークっていうのはいたずらでも押せるし、で、もう消えろよって言っても押せる。でも、いいねっていうのはほんまにいいなと思わんない。押さへんね、人間の心理ってね。だから、いいねを押してもらえる配信者になるためには何をしたらいいのかって言ったら、やっぱりみんなに喜んでもらえるコンテンツを作っていくことやと思うんだよね。それがね、何かって言ったら、どれだけ、今言ったことで真逆なこと言うで、どんだけ編集して、どんだけネタ作って、どんだけ動画作っても、いいねなんてもらえへんねん。どんだけね、頑張ってお金かけて、どんだけ時間かけて、どんだけ、手間かけて作ってもいいねなんてもらえへん。仮に言うたら、あっちゃんがね、今一番再生されてるの誰や、はじめ社長かな、ヒカキンかな、セイキンかな、まあそういうトップ YouTuber さんに脚本書いてもらいました。で、トップ YouTuber さんにカメラ持ってもらいました。で、トップ YouTuber さんに編集してもらいました。その動画を上げても誰もいいねは言わへん。いいねなんて誰もってことないけど、いいねの数は増えません。はい、なんでか、それはあっちゃんのキャラクターにあんねん。あっちゃんのことを嫌ってる、あっちゃん見ても面白くないっていうのがあるんだけど、あっちゃんが言ったこと全く同じことを全然違う配信者さんがやったら、いいねがつく場合がある。全く
いいねをべちゃついてるすごい嫌われてない YouTuber さんの丸々パクってきてやってもいいねは使えない。それが人間なんていうの、人間のキャラクターでね、でその中でキャラクターとしてどう振っていくのか、それはこびることなのか、みんなの意見に合わすことなのか、ちょっとそこ迷走しとったね。でやっぱりいろいろ見えてきてんけど、まず芯を持ってやること、自分が楽しむことやね。ここ忘れたらあかんねん。あっちゃんちょっと忘れてきてね。今年なんで変わろうかってあっちゃん思ったかって言ったら、メテオくんの目の奥の笑顔を見てからあっちゃんは変わっていこうって思った。去年1年間面白いことをしようと思って、面白いことをして笑ったら笑えるやろ思ってやってきたんよ。でもやっぱ心の奥底には何らかしら何かがあんねん。でも今年に入ってきたら面白いことしたろうと思ってやってきて、いろんな動画やってきて、面白い動画をだいぶ撮れるようになってきた。自分の中では編集も面白くなってきた。その面白くなってきた中で編集しとっても、ああこれ今日出さなあかんなっていうダメな自分が出てくんねんね。だからもっと編集したいねん、はっきり言って。ガストの動画ね、あれ編集してちゃんと作ろうと思ってて、でも1本目出して2本目出して3本目出すまでに時間が空いちゃったんね。なんでかやっぱ編集するのにボンって消えたんもあって、テンション下がったんもあった。その中に自分の中に焦りがあんねん。明日出したいねん。でも途中カットできる間がなくなってしまったね。で中途半端で出すとやっぱり自分が喜んでない、やりたかった動画じゃないからそれなりの反応しかなかった。いや逆にそんな反応急には来やへんとは思うんだけどね。それの繰り返しやねん。そう思ったらやっぱり自分のやりたいことをやってない。今年に入って変わる変わる言いながら変わってへんの自分やなって、うん、でどう変わんのかって言ったら、こびるわけでもなく、だからって言っておとなしくしてるわけじゃない。コメント欄にも介入せえへんってあっちゃん言ったでしょ。コメント欄介入せえへんけども、それは自分に関する、誹謗中傷とかそういうのには関係ないけど、やっぱり子供とか視聴者さん、あっちゃん関係ない視聴者さんに対するコメントには介入しようかなと思って、今日ちょっとそれに介入してみたね。ちょっとやりすぎたかもわからんなと思った。ちょっと反省もあるんやけども、それに対してのね動画も撮ったんやけど、あげるかあげんとかまだ迷ってんねん。うん、ちょっと違うなと、うん、でここで黙っとんのはあっちゃんじゃないなと。で煽りが増えた。もうめちゃくちゃ煽ってくるコメント欄でね、うん、煽ってくるけど煽りには乗らん、乗る気はない。でだって煽りに乗ったところであっちゃん楽しないし、うん、で炎上怖くもなんでもない。ある意味炎上なんて所詮あっちゃんに何も悪いとこないし落ち度ないからね。炎上させるやつが悪いよね。だから炎上させるやつ、家の前に紙切れ置いてました、火つけるもんが悪いよ。紙切れ置いてあったからって火つけていいんかってええわけじゃないよ。家の前に導火線があって灯油巻いてやった、じゃあつけていいのかって、つけていいわけがない。つけるやつが悪いね。そんなもん怖いことでもなんでもないし、うん、所詮その程度かってしか持ってないし、煽ってくるやついくら煽ってきたら煽り運転したところで煽り運転に乗らんかったわけ。煽られたところでこっちに落ち度がなければ別に逃げる必要もない。逃げるから煽られるわけよ。だから煽られようが別に関わらんかったりだけのこと、うん、それに徹すること。だからそれってなんなんて、あっちゃんが男の頃やってたことだよ。だから性同一性障害で女の子って認定されたからって女で生きよう女で生きようって意識しすぎたところもあって、だから男に戻るわけでもなく女を捨てるわけでもなくあっちゃんで生きればいいねん。だから今までやってきた自分、偽ってきた自分じゃなく自分で生きればいい。でそれでもし離れる人がいてたら仕方ない。今やっぱり変わる時期ってそこかな。だからある意味さ、まだ今何書いてるやつがおるけど、女らしくない女らしくないって誰が女や言ったんやって。性同一性障害持って女の心は持ってるけど男で30年生きてきてんねん。やっぱ男の部分も捨ててないねん。捨てられへんねん。捨てるわけができへんねん。葬り去られへんねん。それは自分が通ってきた過去やねん。で過去は戻られへんから、過去に戻られへん、過去は悔やまれへんねん。自分が通ってきた道やねん。それ生かしたらええだけのことやん。
って思って、あっチャンネルそれでいこうかな。今年はだから、ほんま正直これ、今年のあっちゃん、変わるあっちゃんは何か変わるんじゃなく、素になります。裸になります。っていうとこかな。いや、脱ぐわけちゃうで。でも、今まで、自分を偽って生きてきた、キャラクターを演じてきてきたあっちゃんじゃなく、演じないあっちゃんで行くのがいいのかなと思って。で、裏あっちゃんは確かにそういう弱いところを見せたりなんやかんやけども、これもまたちょっとか、いつかは路線変更しないといけないなとは思ってんねんけども、だから、そのあっちゃんでやると、裏あっちゃんでやる必要なくなってくるなって。そうなったら単なるあっちゃんの裏ちゃんにしてしまってもいいかなと思ってんだけどもね。もうそんなもん、関係なし、自分のやりたいことやればいい。結局、あっちゃんの仕事感も一緒やねんけど、楽しくなければ仕事じゃない。楽しくなければ人生じゃない。生きていく価値はないってあっちゃん思ってんねんね。じゃあ楽しく行けばいい。で、あっちゃんが楽しんでたら、自然と楽しんでくれる人が増えてくる。視聴者さんが楽しいか楽しないか。視聴者さん見ても楽しないねん。じゃあ見なければいいわけよ。あっちゃんがやって楽しいことをやってたら、自然と楽しくなってくる。だから、ドラマでも映画でもそうやけども、バラエティでもそうやけども、お客さんを笑わそうと思って一生懸命渾身のギャグを言う。ね。だから、あっちゃんはっきり言ってね、最近の笑い面白いと思わへんねん。ね。ちょっと一時期流行って消えたけど、ひょっこりはん。何が面白いのかわからへん。はっきり言って。で、小島よしおとか、そんなの関係ねえ。何が面白いのかわからへん。他誰おる？わからへん。そんな何も面白いねん。けども、笑い飯ってね、ちょっと前にあの M1 撮った奈良出身 の, あの笑い飯っていう漫才少年けども、あの二人ね、高校生いや中学生が教室でやっとるノリで、一人ボケたら一人が突っ込んで、突っ込んだやつがボケたやつが突っ込むねん。新しいお笑いねんけど、見てたらね、一生懸命ネタやってんの違うて、自分らが笑ってんねん、面白がってんねん。そこやねんってあっちゃん思うねん。メテオ君もそうやねん。メテオ君とあのファルコンさんとやってる二人の掛け合いも、目の奥から笑って楽しんでね、釣りして食べて、お互いに気使い合いながら気を使わないっていうところ、すごいいいなと思って見てんねんね。だから、そこなんよね。だから、ね、他の配信者さんも見ててもそうやし、ゲーム実況なんかでもそうやねん。うち子供ゲーム実況好きでよ、見んねんけども、ゲームやってて、実況しとんのかしてないね。子供はそれ見てやりたいってやってんけども、自分で思ったりならへんかったらしいね。そう。思ったりならへんねん。なんでやと思う。もう子供にまだ言ってないねんけど。それはね、ゲーム楽しんでないねん。子供は、実況始めたい。で、実況って何言うてもええんか、何言うたらええか分からんし、ライブでやりたいってライブやって。で、ライブでコメントが来る。で、視聴者さんのコメントに気を使いながらありがとうとか言おうとしてる。でも恥ずかしい。で、コメント、ゲームやっていくの、ゲーム一生懸命やっとったら無口になんねん。黙ってまうねん。誰だってせえねん。ケラケラ笑いながらゲームなんかせえへんねん。ね。でも、黙ってまうねん。ね。でも、子供ゲームやった時どんなやってる？自分が子供の頃どうやった？マリオやって、てポトン、てて一つ目の穴にはまって、うわー、な、一個目はまった、あはははって笑いながらやってた友達と。で、ぴょんぴょんで、そこ違う、また同じとこで死んだみたいな、うわー、アホちゃうみたいなって楽しんでやってたよね。そのノリで配信やってんねん、みんな配信者さん。だから見てて楽しいねん。でも、それができへんねん。中学生になったら、恥じらいとか出てきて、できへんねん。そこやねん、あっちゃん思ったんは。だからあっちゃんは今ヒカルの一番最初、何もおし、あ、ヒカルじゃない、ヒカルの一番最初に何も教えへんかったね。でいきなりやれるんやってやってみってやらしたで、サポートしてあげようってやっててんけど、見てて何も面白ない。親が見ててもね、やっててかわいそうになってきた。辛かったと思うで、やりながら自分の不甲斐なさに気づいたの。涙でそうなった、街の子で見てて。でもそれを優しくサポートしてくれた視聴者さん、喋らんでいいよって、頑張ってって、応援するよって言ってくれた。横ですごい涙ですよ、ね、だから見てたね。そこな。だからね、何をしたいのか。ヒカルにもこれから教えていかなあかんだけど、
視聴者さん置き去りでいいねん。自分で楽しんだらいいねん。だし自然と視聴者さんがついてきてくれんねん。ついてきてくれたら視聴者さんは笑ってくれんねん。ほら自分らが笑えてくんねん。一つになれんねん。あっちゃんねんの最初がそうやったん。あっちゃん始めた時ね、全くゼロやったん、視聴者さんが。そっから初めてね、こんなことします、こんなん食べんす、うわ辛い痛いってやってたんね。初めてペヤングの時から食べて、痛たたた辛い、いやいやいや喉痛いって言うながらやっててんけど、面白かったん自分で辛いの食べて。で視聴者さんおんのかやった、おらへんねん。はっきり言ってその動画が最初上げた時に10回も見られてないねん。その程度やね。でその時期もペヤングの激辛なんて流行ってへん時期よ。もう流行るどころか終わった時期よ。ただあっちゃんが風邪ひいて食べられへん、だ作られへんって言って、子供に何か買ってきてってコンビニに行ったら、コンビニで激辛買ってきたよね。なんでか知らんねんけど。でそれを食べて、まあ、あっちゃんが素のリアクションやったわけよね。それをまあ自分でやってて面白かった。うん、なんかこんな配信やろうかなと思ってやってた。だ自然とね見てくれる人が増えてきて、ほんでやっぱりみんなが幸せになってほしいからっていう話もしてたけど、やっぱりみんなの幸せを願って話すから、あっちゃんは自然と楽しくできたんね。それが視聴者さん同士揉めたり、視聴者さんとの交流、まああっちゃんもあるんやけどね、いろんな交流持ち出してきて、うちは揉めしたり、勝手なこと言うやつが出てきたり、そこでなんやかんやで昔話掘り起こしたり、じゃかじゃんじゃかじゃかやりやしたんや。そうなってきたら今度は抑えなあかんし気使わなあかんしってなってきたん。みんなに気使うようになってきてから余計揉め出したんや。気使う必要ないねん。はっきり言ってこっちは演者やねん。演じたらいいねん。楽しんだらいいねん。だから舞台俳優、舞台女優の人ともちょっと話したことあんねんけども、舞台でなんだミュージカルとかやって、ね、ご飯を食べて、あ今日のパスタは美味しいわなんてさ、やらへん。やってどうなん、楽しいらしいわ。やっとってめちゃくちゃ楽しいねんって。だから声が通んねんって。あれが恥ずかしいとか演じてたらあそこまで声が出えへん、そんなに大きな演技はでけへんっていう、ね、確かにそうかもわからへん。だから演じてんのか素でやってんのかわからへんけども、間違いなくやってる本人が楽しんでんねん。やってる本人が楽しんでたら見てくれる人は楽しんでんねん。だからあっちゃんは一本筋通した上で楽しくやります。わちゃわちゃもやります。で煽りには乗りません。うん、そんな感じでやっていこうと思うんだよね。それが今、1月の10日、今年始まって10日が過ぎてっていうことは、もう今年始まって1ヶ月の3分の1がもう過ぎた。あっちゅう間に1ヶ月の、3分の1が過ぎた。そこでちょっと自分が、これからやっていく線が見えたんでお話します。あっちゃんは前にも言った通り有言実行です。だからやりたいことを言います。つどつど言います。言うことによって自分を奮い立たせる。で、言った限り自分では動画に残してんねんから、こう変わっていこう。って言ったものの、いや違うと思ったら、すぐにでも違う路線に切り替えていく。だからね、安全なところにいてるのと、危険なところにいるのには、危険ないところにいてる方が、リスクは高いけども、チャンスは高い。で、ダメなものはすぐに切って、いいものに切り替えていくのか、ダメなものでも延々と続けるのか、継続は力なりって言うけども、そこですぐ切り替えできんのか、切り替えした方が絶対チャンスは近い、あっちゃん思ってんねんね。うん、それと一緒で、変わるときは変わっていく、変えていくことは変えていく、今日決めたことでも明日変わるんやったら変わる、それでいいと思うね。そうやっていいチャンネルにしていこうってあっちゃん思ってんねんね。うん、これが、今年入って10日が過ぎて、あっちゃんがやっていこうと思う路線のお話でした。はい、長らくお付き合いありがとうございました。またね、こんな感じの話もしていくと思うけどね、あっちゃんは変わっていこうと思ってね。それからだから言ってみんなに認めてもらおうとは思ってない。承認欲求も全くないです。で、自分でやりたいことをやっていくだけ。それについてきてくれる人がついてきてくれたらいい。だからこれだけは見てほしいねんけど、半年1年経った時にもう一回あっチャンネル見てください。あの時言っとった時より変わったなと、ええ方向に、いや悪い方向に、どっちに変わるかわからないけど、間違いなくあっちゃんは目の奥で笑いながら何かをしてるでしょう。はい、っていうことです。ではまたね、バイバイ。